こんにちは、アキトです。てのことで、今日は2月17日、スプリーム立ち上げの日。開いたらすぐ、いいねお願いします。いいねは記録の印。毎回、目標、いいね500とコメント100人、表示は200、目指してやってますので、ぜひみんなで達成させてください。冒頭15秒にお名前を出す1万円広告っていうのも始めてます。ほぼ毎日投稿で、毎回動画の最初にブランドの名前を出します。詳しくは概要欄。貯金3ヶ月で1ヶ月の平均の総再生数は50万です。50万回の再生数に1万円で広告を出せると思ったらめちゃくちゃお得。調子悪いの？お待たせ。遅いよ。遅刻で何分遅刻？3分遅刻。あ、そんなの共有できないから5分だって。あ、共有できないんですよ。これ残念だけど申し訳ない。どうする大阪行くときであの第一刻を第一刻を忘れしないからな。一生恨んでやるからな。あー、メガネ変わってる。おはようございます。あ、ほんとだ。イケイケメガネじゃなくなってるやん。あ、怖い。おじいき怖い。渋谷まず行きましょう。レッツゴー。はい。寒い。ジージャンで来てるやん。そんなにだって寒くないと思うじゃん今日。思わないよ。あー、でもお昼になると暖かくなるか。ヒートテック履き忘れてめっちゃ寒い。え、ヒートテック着てきたんでしょ。うん、履き忘れてめっちゃ寒い。あ、スパッツ履いてないんや。寒い。あかんやん。つむさん、つむさんは今日なんか狙ってんの？お使い頼まれたのはフューチュラのボックスロゴの T シャツが出るんですよね、うん、フューチュラコラボの。フューチュラはグラフィティックアーティストですけど、今日ってテトリスの出ないんだ。今日は出ない。今日じゃないんだあれ、うん、じゃあないやん目玉。まあそのボックスロゴ、そう、あとはマラドーナ T か。ああ、フォトティー。マラドーナのフォトティー、立ち上げでいろいろ商品は出るけど、商品数、アイテム数は多いですね、うん、え、あ、ゆいさん、え、な、なに、ゆゆさんが違う抽選で離脱していきました。ナイキのブーツがどこでリリースするんだって？あ、アトモスピンクって言ってたか。寒いのそれは。なんかトイレ我慢してるのか。スパッツみたいなタイツみたいなパンツ履いて、それ1枚だけなんでしょ、うん足寒いよ。風も通すやん絶対、うん、寒い。シュプリームの渋谷店は店頭前じゃないっぽい、うん、めんどくさいな。こっち店頭行く方が近くて、向こうの代々木体育館の方遠いんですよね。立ち上げで人多いのかな。外国人たちが多分いっぱいいるってことでしょ、うん、代々木体育館の方来ました。あっち NHK 代々木体育館。いやー、だいぶもう列になってるね。渋谷、渋谷もうだいぶ列になってる。思った以上にやっぱり人多いですね、うん、今日バッチリ家では何か狙ってんの？マナドラ、マナドラ、マナドラとマラドーナね、うん、惜しいけど、あとセサミストリートの新設。分かんない、なんかアニメの T シャツがあるんだ。あ、コウタ君いた。セサミストリート見たことない人は分からないよ。ということで今渋谷店の並び最後見つきました。Kさんは今日なんか狙ってんの？個人的に狙ってない。あ、狙ってないで。シュプリームは、はい、なんとなくついてきたんだ。そうです。番号取っていきたいと思います。10個います。ありがとうございます。実個的にシュプリームで何か狙ってるのはあるんですか？ないです。バッチリさんは何かセサミストリートのいとことか言ってたけど、うん、今日同時にジョーダン4ブレッドのリリース日ですけど、うん、あ、狙ってるんですか？狙ってないです。あ、狙ってないんや。ということでシュプリーム渋谷店取ってきました。今一応原宿店の方に向かってるけど、みんな2店舗目狙ってる人はちょっと走ってるけど、はい、こんな歩いてて間に合わないんじゃない？コウタ君おはようございます。先にちょっと早めに並んでたんだ。代官山行ってきました。あ、代官山も行ってきたの？代官、はい、山行って今渋谷行って。そうです。そうなんだ、すごいね、気合入ってんね。ジョーダンの T シャツスニーカーで
誰も狙ってないやつ。これ前だからね、このなんかガチャガチャしたプリントすごいな、ボックスロゴ、フューチュラよりマラドーナよりジョーダン T シャツだったんだベルディの辰年 T シャツ、はい、ドーバーのやつをね、うん、変えました。変えた。ゆゆさんと一緒に並んで1個が最後の XL だったの、黒変えたんや。変えた。で、2枚とも買ったんや。2枚とも買った。買ったね、ベルディで、あれも買った、靴も買った。あー、ジクチラってちょっとこれチラッアシックス見えた。これがあれだよ、ポイントゲッター。ポイントゲッターとうとう買ったんだ。最近買い物しすぎなんだよ。この服だってもう全部買ってんだから最近。これも最近買った服なんだ。そうだよ、ちょっとダサめのジャンパー。ダサめって言ったらあれだけど、あのヴィンテージなんていうの、あの古い感じ、古いタイプの古い感じの古着じゃないの。古着ではないのよこれ。あ、そうなんだ。ラッセルなんちゃらってところの新作よ。へえ。デビオで買ったからデビオで買ったんだ。そう、デビオにたまたま行ったら、で探してたのこういうちょっとなんかあのレトロな、うん、そうそうそう、いい言葉、レトロなやつ90年代風の。あ、そう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 、いい言葉探してて、見つけた。そう、見つけたの。いいね。1万円くらいしたよ意外と、意外としますね、デビオ。ほら、ちょっと一周回って、ほら、これ良くない、ちょっとダサい感じが。これなんかアディダスとかそういうんじゃないんだ、うん、ナイキとか。腕にあのラッセルがついてる。ラッセルなんていうのこれ、ブランドラッセル、これR ラッセルアスレチック。ラッセルアスレチック知らんなこれなんかラフォーレ原宿。原宿来ました。シュプリームすごい並んでる。ポカ、ここポカになるんだ。そうなんだ、楽しみだね。そうなの、他に興味なんかあるの？ということで、シュプリーム渋谷店、今最後尾並べました。ということで、シュプリーム渋谷店撮ってきましたけど、はい、もう1200人超えてましたね。ね、1200が。多い、めちゃくちゃ。うん、原宿が多いのか。渋谷どのぐらいだったんですか？渋谷500番台でした。あー、そんなに多いんだ、うん、原宿。じゃあすごい、1000人超えるってすごいですね。すごいです。森健さん、はい、お会いしました。おはようございますおはようございます。アキト君がいたんで、ちょうどすいません来週の土曜日に広島で、はい、あのイベントやるんで、2月24日土曜日、はい、広島で矢野靴店さんっていうね、あの靴屋さんがあるんですけど、そこに羊ウッドファクトリーさんがポップアップをやるということで、私と横にいつものけど、あ、スケさん、はい、一緒に広島行ってきます。矢野靴店さん、はい、矢野羊店という名前で1日だけなんですけど、ぜひじゃあ皆さんね。あと福岡のスニコンと一般のチケット発売します。福岡、はい、スニーカーコン、スニーカーコンの決定したんですね。はい、決定しましたんで、4月27、8、はい、スニコン、次回は福岡。福岡です。お近くの方、九州の方はね、ぜひぜひぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それだけです。通りすがりでしたいやああ行っちゃった。若林さん、あ、初めまして。今日メンバーシップ入ってくれるってことですか？嬉しい。メンバーシップ、僕の概要欄開いていただいて、メンバーシップこちらこれで、はい、メンバーになる。ありがとうございます。お願いします。名前流星って言うんです。流星、はい、流星、流星、はい、流星さんが仲間になりました。今音楽が出てると思いました。ありがとうございます。やばマジで無理、トイレ。もう俺スムさん出てきて速攻トイレ行った。あーすごい、すごい流れるようにトイレに。おかえり。トイレ。寒いし全然ワンベース持って。めちゃくちゃ待たされたね。じゃあ行こうか。ここね、タバコだけ探してくれ。ああ、タバコ。いい？うん。眉間のシワ、眉間のシワ気をつけて。ね。
変えた変えた。自分の欲しいの変えたんだ結局。全部変えた。おお、よかったね。じゃあお疲れ様でした。疲れた。シュプリーム寒かった。歩いてる方が暖かいよ。待たされてるとね、ずっと寒いよね。長かったよね今日。めちゃくちゃ長かったね。だって携帯いじりすぎてもう 19% しかない。寒かった。寒い格好してるし。もうだって1時でしょ。もう1時だよ。やばいよね。やばいよね。11時前に並びに行ったでしょ。リエちゃんの、うん、なんだっけ、マラマナドーラ、マナドーラ T シャツも買えたの。うん、いらないって言われたから買ってない。結局いらないっていうの、うん、エアフォースワンとか買ってたよ。ああ、エアフォースワン白黒が今日出てたらしいね。出てた。ちっちゃいサイズもあったらしいよ。あったあった。24も出てきたよね、うん、珍しい。じっとしてると寒いよね。寒い。エミちゃん戻ってきたね。やっと。これは何なの？ストロー。そういうことじゃない。買ったのかどうかっていうことだね。ノベルティ？あ、なるほどね。これは立ち上げのノベルティだ。うん、そうそうそう。あの毎年あるやつ、立ち上げの時だけタダでもらえたやつ。あ、タダ。ただ好きだから。うん。これストローなんだ。ストロー。こうか。あ、シュプリームって書いてあるのね。SUPREストローになってるの。吸えんのかね。いや、わかんない。細っ。穴細っ。爪楊枝1本くらい。相当肺活量ないと。さ、見る？見る。自分の分だけ？そう？あと誰？高尾さん。高尾さんの分も買ってるんだ。うん、私シールこれだった。うん。新しいやつだね。これあれでしょ？フューチュラーでしょ？フューチュラのデザインなんだ、うん、このシュプリームってなってるのが。そう、高尾さんのやつ。フューチュラだ。フューチュラのボックスロゴ。うん、これさ、シンプルでいいなと思ったんだけどさ、裏見た？え？裏無地じゃない。広げるね。うん、あ、高尾さんに言ったのね。あ、そうだよ。なんか書いてあった。あ、なんか英語で書いてあるね。そう、フューチュラさんが書いてあるでしょ。あ、そういうことね。本当だ。これサイズ L、 お、割と大きめだね。ボックスロゴ、これ黒だけじゃなかったんでしょ。なんかいっぱい色あったよ。6色ぐらい。つまりはこの、つむさんポケモンで忙しいけど、これ何色が人気なの。青。多分青が一番先。あ、青、数が少ないからの法則だ。いいね、これが高尾さんの黒ね。うん、これがわしらのやつ。フューチュラボックスロゴは2枚買ってよかったんだ。2枚買ってた。これは自分のやつ。そう言ってたね。セサミストリートのやつ。わっ、2色買ってるやん。そう。2色買ってるやん。うん、最近ちょっと財布の紐が緩いですね、奥さん。緩くないよ。いやいやいや、ベルディの辰年 T シャツも2種類買っちゃってるし。だってわし用と実子用。いや、だって大体2人一緒じゃん、うん、同じ。最近しない同じやつ。私は黒が欲しかったの。うん、実子はこのクリーム色が欲しかった。でもこのクリームね、ボツボツなんだよ。クリームがボツボツ？ボツボツクリーム。あの、コルクのカスが入ってるみたいな感じ。ナイキのサステナブルのやつみたいな感じ。うん、確かにポツポツしてるね。汚れとかじゃなくて、まあ、全体そうだもんね。うん、多分生地だと思う。不思議。これ何なのこれ？セサミストリートの親戚。ずっとそれしか言わないやん。こっちがベージュの実個用と自分の黒だ。これは欲しかったんだ。これ欲しかったの。わしこのシリーズは3万円以下だったら買う。高？かなり買うね。そうなんだ、うん、あれマラドーナは買わなかったの？あれね、みんなが想像してる倍マラドーナでかかったよね。見た？ドーンみたいな。本当にこれくらいあったよね。なんか想像はこれくらいだったの。ちっちゃいけど。これくらいあったの。ちょっとわからないな。以上。以上。こうたくんは、代官山で第一グループ。欲しいものはもう、だいたい全部変えて。そうですね、変えました。支援も変えて。はい、よかった。ってなんかすごいでかい。ああ、まずこちら。こちらあります。こちらストローでございます。そしてこちら。お決まりのやつでございます。特別なやつはマラドーナが。これもステッカーなってるんだ。そうです、ステッカー。おい。あげるよ。マジっすか？いらないもん。本当に。
スーパーのおばちゃんみたいな。つけとくつけとく。持ってきなみたいな。俺ぞ。え、どれから開ける？今、フューチュラーのステッカーあげたんだ。うん。どれからにしよう。フューチュラーのボックスロゴはね、マストだから。いやー、白。白もいいね。ボックスロゴって感じがする。これは赤とかないんだ、ここの色。あ、なかったっす。これは黒枠で、白は全部一緒なんだ。あ、そうです、そうです。なるほどね。これ自分の分？これ自分の分です。あ、2枚。自分の分で2枚買える。2枚白黒。すいません。ご両親すいません。ご両親すいません。言われる、言われる。すいません。すいません。謝ります。あ、マラドーナ、さっき言ってたやつ？で、これはシエンです。あ、流星さん。流星さん。流星さんの。今日メンバーシップに入ってくれたね。はい、で、自分の。いいよね、なんか。想像よりさ、想像はハガキぐらいだったんだ。いや、なんかこんな、このくらい。いや、まあ別にフォトティーとしてはだって、まあ別にこのぐらいは普通だもんな。フォトティーとしてはね。いや、そんな。なんか書いてある。ノードラッグに誰が言うとんねんと。マラドーナ確かやってますから。今回ルールブック出た時にこれ一目見て絶対数枚欲しいと思う。なんですけどオンラインでは買えなかったんです。これ一枚。あ、オンラインで買えないんだやっぱり。はい、マラドーナのね、あの太ってからの監督のマラドーナだとちょっとあれだけど。あ、エミちゃんのやつやん。あとこれも人気なんだね、じゃあ。あららら、不思議。なんでだろう。これも自分で。はい、自分用でね、買っちゃいました。一応紹介しておけばいいんじゃない。一応ね、そこでタンクトップです。あの、以上です。タンクトップ、タンクトップです、うん、買ったもんだって。あとは支援の、支援の大物が今回の合計金額で一番占めてるのはこれです。めっちゃ高いんだ、ジャケット。あの、光一さんの支援です。光一さんの、わ、かっこえ。いい、羽織っちゃう。あ、先に来ていいって言ってたよね。あ、言ってたの。うん。え、これもフューチュラなんだ。これもフューチュラです。かっこえ。これがおいくらなんですか？これが92,000。お、90,000円。すげえ。90,000は高いなにしても。でかくね。これサイズいくつなの？これ M です。M なんだ。あ、まあまあ、こういう竹缶のものだろうけど、最初からね。でかい。いや、着させられてる感がすごいと。確かに162ぐらいあるね。袖が長いね。すごい絞れるようになってんのかな。ボタンだけ、ボタンだけ、あのベリベリーのやつはないな。ないないない。でかいね、 M で。光一さんでかい。光一さんでもまあ170ちょっとぐらいじゃない。で、M もこの原品。 M もラス1なんだ。そうです、もう飾ってあるやつだけで。すげえ。9万円なのに。つむさんが着てみて、172センチぐらいのつむさんが着てみて、はい、まあやっぱりいい感じだね。はい、まあちょっとオーバーめの。めっちゃいいやん。このキルティングも相当薄いけどね。これ取れるね。うん、取り外しできるけど、別にあるのとないのとそんなに変わらないぐらいの薄さだけどね。いや、でもかっこいい、このカモ。これかっこいいよね、後ろ。M でちょうどオーバーサイズぐらいの大きめだね。うん、9万円。光一さんもすごいな。一撃9万ですよ。あ、ほんとだ。170センチでちょうど M がいい感じだね。はい、ちょっとこれ中にスタジャン着てるから、ぷくっとしてるけどね。あと、つむさん買ってきたやつ。ストローかな。こちら。カーキだ。はい。これ自分のやつ？あります。あ、こうたくん。でしょ？3枚だ、じゃあ合計。はい、大丈夫あれ。3枚買ってた、フューチュラ。3枚プラス今日 AG4 です。グレー。これがじゃあ自分のだ。はい。フューチュラのフォントで、ボックスロゴになってますね。はい、僕の買っちゃいました。買う気なかったのに、やっぱり、目の前で買える状態になると買っちゃうっていうね。2つ買っていいよって言われたんで、グレー。いやいや。そのコウタ君の分と前から頼まれてる同僚の分で、はい、あ、ちょうど2人支援できるやん。いないんで。いないいないんで。あいつその場にいないから。はい、ステッカーはこれですね。今回は。え、これ一枚ずつ取れんの？うん。え、嘘ね。ここに貼りたいから取るんじゃない？あ、そう、これくらい。マラドーナティーになる。あ、手作り、うん。手作りマラドーナティー。うん、え、これ1枚欲しいんだけど。ちっちゃいのが1個1個取れるんだ、これ。え、ねえ、すぐに1枚取っていい？え、いいの？あ、やった。ステッカーいらないの？あ、じゃあこれごともらえばいいんじゃない？え、いいの？あ、やった。やったじゃん。え、春携帯にいる？
ヒステリックグラマー、ね、え、工場ちょうどコラボなんですけど、新商品がこのキャラクターとのコラボ T シャツが出てたんか。そうです、これがどんなもんかっていうのを見に行っただけなんですけど、あるよって言われたんであるよって言われたから、はい、じゃあくださいって言ったそうですね、見に行っただけなのにね、はい、あるよって言うからじゃあくださいって言ったね、はい、1万5000円すんのこれ、これ1万5000円すんだ、 T シャツでしょ、はい、いや言われたくないよねって言ってこうたくん呆れた顔してたけどいや人のこと言えない何やって1万円っすよ、いやもうこれで今回のシーズンは買い納めなんで、絶対納めなんで、私はい嘘ってました、もう終わりなんで、はい、絶対嘘でどうせまたね、はい、来週再来週その次も出たら買うから、絶対買うよ、並んでますね、承認いるからね、ここにいっぱい見てる人側が、あれとしたら30周年のボックスローだね、一つけよな誰に言ったんだ、視聴者に言ったら全部顔でしょ、ダメやつが頼もしいね、いいねいいね、若手あの動画のシュプリームは安泰だね、いいね、シュプリームの回